それではテクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と、今回ご紹介するのはですね、リブレオフィスが持っているギャラリー機能ですね。こちらの方を紹介していきたいと思います。はい、えのきさん結構ギャラリー機能なんて使われますかね？いや、あんまり実は使ってないですよね。あ、そうですか。ですね、まあ、この今これドローが立ち上がってるんですけど、で、はい、右側に、サイドバーがありますね。はい。で、この中にギャラリーというのがありまして、あ、これちょっとしておきますが、標準でこのようなさまざまな素材が用意されていまして、はい、で、例えばこういうネットワーク関係の素材なんかを、例えばこれをドキュメント上に、ドラッグで配置をすることができると。まあこんなものですね、はい、結構便利そうですね。あ、そうですね、結構そいい感じに使えるものが揃っていて、なかなか便利なんですけども、で、まあ、標準でも結構便利ですというところなんですが、で、こちらがですね、もう一段、深い使い方がありますので、今日はそのあたりを触れていきたいなと思っております。はい。で、一つがですね、まあ、さまざまなものが用意されているという話をしたんですけども、それでも足りない場面っていうのは結構出てくるかなと思われるんですね。そうですね、まあ、どのバージョンか忘れましたけど、だいぶ増えたのは増えたんですけど、はいはい、はい、でもまあ知れてますもん、うん、そうですね。で、じゃあこの足りない時に自分で作成をして、それをですね、独自のシェイプとして登録しておくことができるというのがありますので、まずこちらから、はい、こちらからご紹介したいと思います。まあ、例えばですね、まあ、こんな感じの付箋っぽいものを作りましたと。で、まあ、これ気に入ったので、じゃあ後からも使えるように登録しておきたいなという場合ですね。はい、そうです、はい、でこいつをとりあえずグループ化をしておきますと。で、次にギャラリーを開いてですね、で、まあ、ここにもともといくつかグループが登録されてるんですが、はい、右クリックを、あ、右クリックじゃないな、この下のところにですね、新規というボタンがありますので、こちらをクリックをして、で、まずここにテーマを追加します。例えば、はい、マイテーマというやつですね、まあ、こんな感じの名前をつけて、ここに追加をしますと。で、当然中は空っぽなんですけども、ここにですね、先ほど作ったこの画像を登録すると。で、登録の仕方なんですが、画像を クリックをしまして、通常のクリックですね、左クリックをして、そのまま押さえた状態にします。カチッと押さえると、はい、アイコンがこのようにですね、掴んだマークに変化するんですね。で、この状態になったら、これをドラッグで移動すると。なるほど。はい。で、これで、一度登録しますと、例えばですね、ライターのドキュメント内で使いたい場合ですね、ギャラリーを開くと同じように、ここにですね、図形が表示されますので、こちらをドラッグで、はい、入れる、追加することができるわけですね。はい、まあ、こんな感じです。で、名前がですね、自動で名前がついてますので、この場合には、名前を
変更することができます。タイトルとクリックをして、まあ、こんな感じに名前をつけて置くことができるわけですね。うんうん、まあ、まずはこんな感じでオリジナルものが追加できるというですね。これギャラリーの中でアイコンの色が違うのが自分のやつなんですかね。そのようですね。自分で追加したものは緑で、もともと入っているものは青でのアイコンがですね、になってるようですね。はい、はい。で、まあ、これで自分で作成することもできるよというところなんですが、でさらにですね、まあ、最近ですと、例えば今こちらに桜の、桜のナレッジというサイトなんですけども、まあ、こちらで配布されているアイコンセット、こちらをですね、登録するということもできます。このようにこうネットで、無料で配布されているような素材をですね、登録するということもできます。で一応こちらダウンロードしてみますね。で、まあ、こんな感じでダウンロードできるわけなんですが、でこれを、まあ、回答しますと。はい、回答しておいて、でそうするとこんな感じでですね、たくさん素材が入手できるわけなんですけども、うん、で、まあ、結構たくさんありますよと、うん、ですね、ざっと見60、70種類ぐらいあるんですが、ね、これをですねいちいちこう手で、追加するっていうのはちょっと骨なわけですね。で、じゃあそんな時どうするかというところなんですが、新規じゃないですかね、下の。あ、新規でいいのかな。新規 で、はい、こちらのタブを選択をして、で、ファイルの検索というボタンを押しますと。そうしますと、フォルダを選択する画面に行きますので、でこの中で先ほどのアイコンセットのフォルダを選択するわけです。なるほど。それで OK と、としますと、なんかいっぱい出てきますね。そうですね、フォルダの中にイングファイルが、はい、これで1個中にフォルダー内のアイコンが一気に見つかりますので、はい、で、まあ、ちなみにプレビューしてみるとこんな感じですね。なるほど、一個一個、これで一個ずつ追加もできるし、はい、なんか全て追加もできる。その通りです。ここに全て追加というボタンがありますので試しに押してみましょう。ドンと、なんか何かが出ましたね。で、おそらくこれで追加されたんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。あ、出ましたね。出ましたね。新しいテーマが追加されて、でその中に、アイコンがすべて読み込まれました。うん。でこれもやはり、こんな感じでドラッグで、配置できるわけですね。なるほど。これはかなりいいですね。世の中結構いいやつを配ってる人がいい。待ってる会社とか人とかいますもん、ね。はいはい、そうですね、まあ、今回のような、配布されているものをですねどん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 ここに追加していくと、このライブラリーが充実していって、そうするとドキュメントの質もおのずと上がっていくというですね、まあ、選ぶときにちょっとどうやって探すかっていうのもありますけど、まあ、たくさんあると思います。そうですね。増えるほどに嬉しいけれど悩ましくもなるというですね。そんなところはありますが、はい。そうですね。まあ、ここに置いておくと、あれどこ行ったっけみたいなことはないですよね。そうですね。ギャラリーにある。で、まあ、またはその、たくさんある中から、まあ、またこう、テーマを作って、そちらの方にこう登録をしておけば、結構整理もしやすいかなと思いますので。うん、まあ、よく使うやつだけ整理しとくみたいな。そうですね。はい。まあ、なるほど。こんな感じでですね、このギャラリー機能をですね、
自分で追、まあ、作成したものを取っておくこともできますし、または、ネットで、配布されている、まあ、たくさんあるような素材をですね一気に取り込んで、ドキュメントで活用するということもできるということで、まあ、非常にあのドキュメント作成を効率化するにあたって、強力な味方になってくれるかなと思いますので、まあ、こちらの方ですね、ギャラリー機能ぜひ活用してみていただければと思います。というところで今回のテクテクリブレオフィスは、ギャラリー機能のご紹介でした。というところで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。